新商品だ。じゃあ今回は、新木場検釈にやってまいります。正式名称、和光検釈新木場分室というこの車庫にやってまいりました。僕は江東区民なのに今回が初めてなのでワクワクします。そう、皆さんこちらを見てください。つい最近引退した有楽町線、副都心線のメトロ7線系と、3、4年ほど前に引退した千代田線6線系が並んでおります。このコンビ、僕は、東西線の深川新車区なら何度も見たことがあります。幼稚園もそのコップがありました。ちょっとヘリコプターがあるそうです。
はですね、まあ駅員っていうか、まあ運転士の訓練所だそうです。少し待ってください。だいたい15から20分ぐらいですね。機会がある人はぜひ来てみてください。東京貨物ターミナルのところにある車両基地にも行ってみたいですね。ちなみに僕は私立なので土曜も容赦なく学校があります。この歩道橋がなかったら少し取りづらかったかもしれない。